おじゃ、こんばんは、ポナンチャンネルです。ポナポナ、本日もプロスペース実況を頑張っていきたいと思います。本日の企画はこちら。はい、ということで本日はですね、こちら、お一人様1回限り無料で弾けるエキサイティングプレイヤー登場記念プレゼントスカウト括弧10連長いな開催中ということで、今回はですね、こちらの無料ガチャをメイン無課金両方ね引いていこうかなと思います。おそらくこの動画が出る前に、まあ、メインの、60連のガチャが出てると思うんですけど、まあ、こっちの方がね先に引いてますよという感じでやっていきますね。まあ、もしこれでねあのメインと無課金と欲しい選手がねあの出たら、まあ、今後のねガチャで引く選手もね変えつつやっていこうかなと思っているので、まあ、先に引いていきます。動画が出るのは後ですかね。まあ、もうこれ見て分かる通りもう無料でもらえるよってだけなんで、もう今回もね短めの動画でやっていきたいと思います。メインアカウントでのねオーダーのなんか紹介そんともろもろは多分ね昨日の動画でやってると思うので、今回は無課金のオーダー紹介だけやっていこうと思います。まずねメインなんでこっちはもうメインはもう引くだけということでやっていきたいと思います。ここで菅野選手出たら、今のこの僕の説明が全部なくなってると思います。昨日の動画もなくなってるから、はい、ということで、引いていきましょう。10チーム菅野選手が来てくれたら嬉しいです。さあやっていきましょう。おい、最近演出なさがひどいんですよね。なのでちょっとここはしっかり見ていきましょう。確定演出この前いよいよ何も来なかった時あったからな。あー来た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 、久々に見た久々に見た青い炎、久々に見たよ本当に。そっから全然来ねえ。笑いますか。笑いましたね。久々に見たよ。さあ1枚とは限らないから。おっ、おー無料で A ランク、あざっす。ちょっと A ランク欲しいな。 S と言わないから A ランク欲しいな。ここないな、来なそうだな。おっ、おーいい A2 枚、嬉しい。 A2 枚と S1 枚無料はね普通に最高ですね。さあということで S はね2枚は来ませんでした。メインアカウント、確定分こちら誰でしょう。石川選手、石川選手。まあ、菅野投手引けませんでしたね。まあまあ来ないとは思ってますけど、なんか僕のガチャ本当セリーグがめちゃめちゃ出るんですけど、コメント欄でもこの前全部一気引きの時全部セリーグだったって言われてたんですけど、確かにセリーグに好かれてるアカウントかもしれないですね。ということで、まあ、A ランク2枚、 S ランク1枚ありがとうございました。次はね無課金赤やっていきたいと思います。はい、無課金アカウントやってまいりました。オーダーね見せましょう。前回ね入れた取ったね柳田選手とかちょっとまだ入ってないんで、まあちょっと仮定で入れた形にしてみましょう。まあこうかな。大島選手とか、小林選手とかまだベンチ外にいるんで、まあそこベンチに入れたとしても、まあレギュラー陣はこんな感じかなと思います。鈴木大地選手をね本当はまあセカンドとかで使って、ファーストとかねバッティングいい選手を入れたいんですけど、まあちょっとまだねファーストの S ランクとか持ってないんでこんな感じになりますかね。でピッチャーはこんな感じなんですよね。もうちょっとでオール S なんですけど、まあ S がいないということで、まあこの辺今ねまあいろいろ悩んでるんで、まあ60連ね今回も無課金でやろうと思ってるんですけど、まあピッチャーをね取ることになるかなと思います。はい、ということで、早速無課金の方でも無料ガチャ回していきましょう。さあ、無課金の方が来てほしいですから、結局はここで2枚ぐらい欲しいな。松井裕樹投手熱いんだよな、結構先発抑え両方できるし。さあということで無課金ガチャ引いていきましょう。ほい、うわ何も出ねえ何も出ねえ。え、ちょっと最後だけ？何も来なかったんですけど、なんでひどくない。はい、フランスは投手、あざす、抑えかな。横浜君もねいないんで、吉川選手、吉川選手メイン赤でめちゃめちゃ出るんですけど、まあ、A ランク2枚は普通にありがたいということで、ラストです。誰、床田投手先発やん。よしよしよし、ピッチャーの S 埋まりましたね。これで
プは当初どうなの？リアタイ向きではあんまないかな。タイピンついてんだ。でもいいっすね、いいっすね。 OK、 一番欲しいとこ抜けましたね、先発。ということで、まあ先発が、1枚無課金で手に入ったので、あとね、先発と抑えと1枚ずつ入ればオール S 無課金でも達成ということでね、もうちょっと頑張っていきたいと思います。ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。今後もコツコツ頑張っていきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。この動画いいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。チャンネル欄の横の通知ボタンも押してください。ということでまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。